改めまして、農業界を明るく照らす農テラスの山下でございます。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。実はいささか緊張しておりますので、ちょっと水を飲ませていただきたいと思います。なぜならば、ちょっとここは実は地元でございまして、私は益城町出身で、ここも益城町ですので、非常にお世話になってて、まあ顔見知りの方もたくさんいらっしゃるのでですね、非常に普段とはちょっと違った感じで緊張しております。日頃はですね、農業者を対象にした、講演とか、セミナーとか、現在は農業ビジネススクールというのを主催しておりまして、後進の育成に努めております。はい、ちょっと失礼します。はい、だいぶ落ち着きました。はい、じゃあ改めまして、今日はですね、儲からない農業から稼ぐ農業に変わることができた、たった一つの気づきという、テーマでお話をさせていただきたいと思います。はい、今日私もこの講話のお話をいただいてですね、どういったお話をしようかと思ったんですけれども、やはり私も専門が農業でございますので、農業の話をしようと、いささか農業に関わりのない方もたくさんいらっしゃるとは思いますが、今日はですね、農業生産とか、そういった話ではなくて、私がこれまで30年間農業人生にどういった人生を送ってきたのか、そこでどういった気づきを受けて今日に至るのかというような30年間の話をですね、今日は何分まで喋っていいでしょうか。これは55分までということは、約30分間で、1分1年ぐらいで喋らなければいけないということで、ダッシュで話をさせていただきたいと思います。はい、で私は今日こういった格好をさせていただいておりますけれども、ベースは農家でございます。この益城町で生まれ、農家の 3代目としてですね、農家の跡取りとして普通に農業をやってきました。私の畑はですね、もうここから1キロぐらいのところにいっぱいあります。ですからもうほとんどすぐ近くなんですね。実家もここから5分ぐらいのところにあります。で最近ですね、よく言われるのが、山下さん農家なんですか、何作ってらっしゃるんですかって、これ必ず聞かれるんですよ。で実はもともと父がスイカ農家でしたので、最初スイカを作っておりました。で非常に儲かる農業を父はやっておりまして、でその後、ナスに切り替えて、でその後ほうれん草に切り替えて、でその後ベビーリーフを作るようになったんです。でその後組織を作るようになって、で現在は人を作っているんです。ですから山下さん何作ってるんですかって聞かれると、今人を作っていますっていうふうにお答えさせていただいてるんです。ですから今日のお話のテーマにもなるんですけれども、時代が大きく変わったってことなんです。これ30年前、1989年に20歳の時に就農しました。その時に、農業で種をまかない農家がいるかと、そういう時代でしたよね。ところが今現にこうやって種をまかない農家っていうのが存在するんです。このくらい時代が変わったってことなんです。そこにはたくさんの気づきがありました。その中から、一つだけ大きな気づきがあったことをですね、今日皆さん方にぜひお持ち帰りいただければと思っております。こうやって、私も皆さんの前でお話をさせていただいておりますが、実は18年前、非常に経営が悪化しまして、農業所得がなんとゼロの時があったんです。農業所得ゼロで、18年前に実は経営をし始めたんです。農業経営を。でなぜ農業所得、いわゆる給料がゼロだったかというと、売上がなかったわけじゃないんです。売上実はそこそこあったんですよ。例えば個人農家で、1500万ぐらいの売上、農家で言えばそれなりの金額です。ただ驚くことに経費が1500万かかってたんです。1500万、ということは売上から経費引いたら当然利益は出ませんよね。で当時は個人事業者だったので、個人事業者というのはですね、皆さん方法人化されてらっしゃいますけども、売上から経費を引いた差額がこの社長の給料なんですよね。いわゆる農業所得と言います。ですから売上1500万で経費が1500万だったら、私給料がなかったんですよ。じゃあどうやって生活をしていたのかというと、当時結婚したばかりでしたけど、OL さんだった、奥さんと結婚しましたけど、その彼女の蓄えを当てにして、その蓄えを切り崩しながら生活していた時期がありました。なんじゃそれ、それほとんどニートじゃんって。いや本当ニートだったんですよ当時はですね。
ところが私の父は儲かる農業をやっていました。夫婦2人で売上2000万です。で、同じように経費はというと800万です。これも計算すれば分かりますよね。2000万の売上に対して経費が800万、農業所得1200万ですよ。1200万ですよ。で、私が経営をし始めたら1500万に経費が1500万で所得はゼロ。このくらい私の父の経営と、まあ、3代目のバカ息子が経営をし始めた時にはこう差ができたんです。だからこれじゃいかんということで、それからいろいろ勉強しまして、なんとか回復させようと。で、そう思って、2年後には農業所得800万まで復活しました。で、それから5年後、ある、農業ベンチャー企業の農業事業部の立ち上げに関わり、子会社の農業法人の代表取締役を拝命し、そこで売上1億2000万、経常利益、1200万まで V 字回復することができたんです。で、今日はこの V 字回復したいきさつの話をですね、もう残りもう20分ぐらいになりましたけれども、ここであっという間にお話をさせていただきたい、まあ、そういうふうに考えています。さあこの中でですね、まあ、今日は儲かる農業と稼げる農業というキーワード2つ出てきますけど、ね、何が違うんだろうって思われたと思うんですよね。で、皆さん方もやはり事業をされていらっしゃる方たくさんいらっしゃいます。ですので、やはり儲かりたいですよね。まあ、ちなみにですけど、できれば儲かりたいなって思ってらっしゃる方どのくらいいらっしゃいますか。ちょっと ありがとうございます。そうですよね。やっぱり事業するならば儲からないと意味がありません。当然私も儲かる農業というのをですね、必死にやってきました。なぜならば父は儲かる農業で、ね、どこよりも利益率の高い農業をやってたからです。よし、俺も儲かる農業やるぞなんて思ってたんですけど、本当は全くやる気のない農家だったんです。なぜならば私は農家の3代目です。生まれる前から後継ぎって決まってたんです。生まれる前からですよ。山下家の後継ぎは、まあ、息子が生まれたらそいつにさせよう。これもすごい密談が、私が生まれる前、この世に存在する前からも決まってたんです。ところが最初に生まれてきた人は女性、私の姉ですね。ああ女の子だった、まあまあ次男の子が生まれたら後継ぎはさせよう。次生まれてきたのまた女性、姉です。また女性、まあごめんなさいね、男尊女卑の話みたいですけれども、まあ女性だ。で、いよいよ満を持して3番目私です。生まれてきた、おぎゃーやったー、男の子が生まれたじゃないです、やったー、農家の跡取りができたーってなるわけですよ。いや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 、俺何も知らんしって思いながら、まあそういう中で私の人生は生まれる前から山下家の農家を後を継ぐっていう、こうレールを敷かれていた。まあそうなるとどういう人生を送るかというと、よし、じゃあ俺も父みたいに儲かる農業頑張るぞっていうような人生になるのかと思いき、時は高度経済成長、そしてバブル真っ只中の時に20歳を迎えます。なんで俺が農業せなんとか、俺は農業なんて絶対せんって心に固く決めたものの、道はそれしかなく、もうやってらんないと、もう農業なんて絶対したって言いながら惰性で農家をやってたんです。18年前、なんかお前はやる気がないとか、やる気なんてあろうか、後継いでやっとったぞ、ね、聞きました今のセリフ、ね、30年前までタイムマシンで帰れたら今のセリフをですね、全て撤回してもうぶん殴ってやりたいぐらい、後継いでやりよっとぞ、このくらい生意気で農業をなめて、そして惰性で何のやる気もない農家が ふてくされたまま農業というのをやってたんです。もう親からするならば、なんちゅう息子だと。でも後継いでくれるのは息子しかいない、甘やかされて、世の中をなめているこういうバカ坊主にですね、農業を後継がせてくれたんです。もうやる気なんか全くないし、当然勉強なんてするわけないです。農業なんてなんとかなる、そうなんです。当時なんとかなってたんです。父は儲かる農業やってましたから、じゃあ僕も何もせんでも儲かる農業できるんだ、もう高く食ってました。ところがですね、結婚します。で、結婚してから妻がこう言うんです。27で結婚しました。ねえねえ、私たちこの後どうなると、このままで大丈夫と、何倍よってやって、どやんかなって、どやんかなるってどうなると、どうにかなるって、だけどうにかなるってどうなると、もうどうなると攻撃が来るわけですよ。なぜかというと、当時、まあ、今も違うんですけども、農家の息子というのは給料制じゃないんです。
いわゆるでっち奉公です。ご飯を食べさせてやるから、家もある車もある仕事もある、だから飯だけ食わせて必要な時にお金をやるって小遣い制だったんです。結婚してからもですよ。だから普通に OL をやっていた彼女からすると、農家に嫁いできたならば突然小遣い制ですよ。それまで、平成7年ぐらいで、ある熊本でもちょっと大手、中堅のゼネコ人の OL さんやってらっしゃいましたので、まあ、手取りで最低でも、まあ、17万ぐらいあったところです。ただ僕と結婚したらいきなりニート生活ですよ、ね、そして私の全く所得のない、全く、世の中に存在していない扶養家族と結婚してしまったわけです。なもんだから、うちの奥さんはどうするとどうするとどうするとドギャンかなってって言ったものの、どうなるんだろうって。でそこでまず気づいたんですね。このままじゃいかんと、これ自立せんといかんなということで、当時やはり親っていうのは権限が取れる、とにかく大きかったんですけど、この親を何とかせんといかん、そうだよし経営を俺がしようっていうふうに決めたんです。なぜかというと、農家の慣習で親が年金をもらい始める、65歳になったならば代を譲るっていうのが、まあ、その当時の地域の慣習だったんです。ですから父が65歳になればもう嫌でも事業を継承することになってたんです。でも父が65歳になるときは私も37になります。ってことは37歳までねえねえお父さんお小遣いちょうだいって言わなきゃいけないわけですよ。私はそういう環境で育ったから、まあ農家はそんなもんだと思ったんですけれども、嫁は納得しませんよね。そこで嫁はどうなるとって、毎日どうなると攻撃ですよ。お前が何も分かってなくて黙っとけって、結局喧嘩、ずっと10年間彼女とはもう喧嘩しっぱなしです。でも一年発起、よし分かった、じゃあ父と戦おう、父に直談判します。父ちゃんと俺に経営はさせてくれんねん。はあ、お前は全然やる気がないのに何が経営かって、お前なんかに経営なんてさせられるわけなかろうが、まあ、当然ですよね。全くやる気のない惰性でやってきて、それでも私は経営権を奪わないと自分の生活が成り立たないので、なんとか俺に経営させてくれ、ダメだお前に経営なんて100年早い、いや俺にやらせてくれ、ダメだ俺にやらせてくれ、もう男と男ですですから、もうつかみ合い殴り合い、もう半年間喧嘩ですよ。そういう険悪な雰囲気の中で、なんとか経営権を奪い取りました。私が27の時です。父からやれるもんならやってみれ、ね、こう啖呵切られて、そして最後の次のセリフがいいですよ。私の父が私に何て言ったか、よし分かった、お前がそこまで言うなら経営させてやる、その代わり俺には給料やれよ。いや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 、俺はでっち奉公で小遣い制だったのに親には給料やれって話ですよ。まあそうですよね。父も当時55歳、年金をもらうまで残りの10年間、やはり所得がない、じゃあお前が社長するのは俺に給料払え。まあそうなって、まあ農業ぐらい簡単さって、ね、だって親見てましたから、ね、だって儲かる農業見てましたから簡単だよって思って農業こうやる。ところが神様見てますね。そんなね、適当に生きてきた、全くやる気のない、経営の毛の字も知らない、農業なんて舐めまくってるやつが経営なんてできるわけがない。ちゃんとですね、綺麗にですね、見事にですね、下り坂を転げて落ちるんですよ。転げ落ちるんです、ね、農業の経営もしたことないのに人を雇い、設備投資を過剰にする、だから1500万の売り上げでも1500万の経費かかっちゃうんですよ。でも私は作れば儲かると思ってましたからね、何も考えてませんでした。ところがいつの間にか時代が変わってたんです。儲かる農業が通用しなくなったんです。はい、実はですね、今日皆さん方にもう一つ持って帰っていただきたいのがですね、儲かると稼ぐの違いです。さあ皆さん、儲かると稼ぐの違いちょっと考えてみてください。非常に似てる言葉なんですけれども、この儲かると稼ぐって、まあ、似て非になるもの全く違うんです。例えば儲かる、まあ、儲かるっていうと、先ほどね、儲かりたい人って言ったらたくさん手を挙げていただきました。でも儲かるってなんか言葉嫌じゃないですか。ボロ儲けとか、なんとなく儲かるって言葉は日本人ってネガティブに使っちゃうんです。でなぜかというと、これ私も研究しました。どういうことなんだろう。儲かるってどっちかというとです、受動的受け身なんです。例えば農業で行くならば、1ケース1000円で市場で競られる、農協に出すならば1ケース1000円だよ、もしくは市場に持ってったら1ケース1000円だよっていうのが、たまたま1500円だった、やった500円儲かった、ね、
じゃあ1500円ぐらいするかなと思って市場に持ってった。次の日朝市況を見ると1700円しとった。やった、200円儲かったね。でも逆もあるんですよ。1500円するかなと思って市場に持ってったら1200円だった。あー儲からんだった。なんとなく受け身受動的、まあ、皆さん方に分かりやすくすると、もしかすると株とかやってらっしゃる方は1万円で買った株が3年経ったら1万2000円になってた。儲かりましたよね、2000円ね。でも逆に8000円の時もあって2000円も損した、まあ、いわゆる儲からなかった。なんとなく儲かるっていうのは受動的で、自分の主体性じゃない違うところで決まっている。これを僕は儲かるっていうふうに表現しています。一方稼ぐっていうのはどういうことでしょうか。これも農業でちょっと例えてみると、例えば1ケース1000円で取引しましょうというふうにあらかじめ相対契約、契約栽培というものを決めます。もう1000円ですから、相場が1500円だろうと800円だろうと1000円です。こういうふうに値段を決めて取引をする、まあ、こういう契約栽培をしたとして、じゃあどうやって利益を出すか。これもお分かりですよね。製造コストを800円に抑えることができたら200円稼ぐことができますよね。ですよね。700円に製造コストを抑えることができたら300円稼ぐことができますよね。これって能動的なんですよ。主体的なんですよ。これが稼げる農業なんですよ。儲かる農業と稼げる農業、全く違うんです。そんな風に時代が変わっていたことも全く知らずに、私は儲かるだろうという何の根拠もない農業をずっとやってきて地獄を味わったわけです。ねえ、どうなるとどうなると、嫁から突き上げられ、父からはやれるものならやってみれ、やってみたところどん底ですよ。所得はない、ニート生活が始まります。子供ちっちゃいです。頑張りましたよ仕事。だっていいもの作ったら儲かるんでしょ、物を作ったら売れるんでしょ。だったら頑張りますよ。朝5時から起きて、ね、夜は8時9時まで仕事しましたよ。1日14時間働く、当たり前です。それも嫁もです。じゃあ子供をどうしてたか、保育園から終わったらそのまま畑に連れてきて畑で遊ばせます。子供が低学年の頃までそれ続きます。学校が終わったら畑に連れてきます。段ボールを作ってあげて、ここで勉強しなさい。今考えると子供にも悪いことしたなと非常に思っています。そしてたまには子供たちをレストランに連れて行ってあげよう、たまには外食ぐらい連れて行ってあげよう。年に1回か2回ですよ。よし、じゃあ明日は外食に連れて行こう。でも外食って言ってもジョイフルですよ。でも子供たちは大喜びです。やった、ジョイフルだ、ジョイフル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 。子供たちはもうね、無邪気に喜んでくれます。ジョイフルについて、いいか、今日はねお前たちの好きなものいっぱい食べていいぞ。そしたら、いや、いいの、じゃあハンバーグ、お、いいぞ、スパゲッティいいぞ、チキンライスいいぞ。だけどテーブルに運ばれてくるのは2人分です。ねえ、お父さんとお母さんは食べていいと、うん、お父さんとお母さんお腹いっぱいだもん、お前たちが腹いっぱい食べろ。そうやって子供たちが残した分だけを食べるのが我々の最後の役割でした。これじゃいかん、このままじゃいかん、どぎゃんかせんといかん。やっぱりぼーっと口を開けて待っとく儲かる農業じゃなくて稼げる農業せんといかんだって、その時本気で決心したんです。それから心を入れ替えました。勉強しよう、ただ農業は作るだけじゃいかん、経営を勉強しよう。そう思って一生懸命、それから本を読んで新聞を読んで、そしていろんな人にセミナーも出て勉強し始めました。そこで分かったんです。うまくいっている人たちというのはやはりお客さんに合わせている、お客さんの要望に対応しているところがうまくいっている。まあ、最近は例えば大工の友達に聞きました、ね、どうやって儲かるよと、どうやって稼ぐよと、お客さんの言われた通りの家を建てるよと、居酒屋行きます、ビールちょうだい、頼まれたならビールが出てきます。農業だけです。
誰からも頼まれてないのに勝手に作って、高かったの安かったの、あいつが悪いこいつが悪いって言ってるのは、やはりお客さんの都合に合わせなきゃいけない、そういったことに気づいて、これまでどれ自分がどれだけベクトルが内側に向いてたか、世間を知らなかったか気づかされました。ちょうどその頃、私はスイカからナスに切り替えてました。じゃあなぜナスに切り替えたのかというと、儲からなくなったからなんです。時は私が就農した時は平成元年、バブルが弾けたのが平成3年、農業業界のバブルが弾けたのは実は平成7年です。その平成7年から私は経営をやり始めました。それでもまだ儲かる農業が続くと思っていた私は、スイカが儲からなくなったならば何か他に儲かる野菜はないだろうかと思って物を変えてたんです。物を。スイカが儲からなくなった理由、それは当時はスイカというのは嗜好品で贈答用として飛ぶように売れてた。ところが景気が悪くなったので、スイカというような嗜好品はどん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 売れなくなっていった。そこで当時まだ、生産が少なかったナスに切り替えたら儲かるだろうと。一緒です。ナスに切り替えたところで儲かるわけはありません。だけども私はなんとかこのナスで生計を立てようと必死でした。ただある時ですね、山下さん、ちょっとほうれん草を作ってくれませんかっていうふうに頼まれたんですよ。いやちょっと待って、私ナス農家よ、ナス農家にほうれん草を頼むってどういうこと。実はですね、農家さんって変なプライドがあるんです。例えばメロン農家さんは、俺はメロン農家だって自負があるんです。みかん農家さんは、私はみかん農家だって自負があるんです。ですからみかん農家さんは固くなにみかん農家、メロン農家さんは固くなにメロン農家なんです。どれだけ時代が変わろうと、どれだけ売れなくなっても、当然私もナス農家でしたので、俺はナス農家なんだっていう自負があったんです。でそこにほうれん草を作ってくれませんか、なんでこの人はナス農家の私にそんなことを頼むんだろう、なんで俺がほうれん草なんて作んなきゃいけないんだっていうふうに最初は誇示してたんですね、普通の農家さんと同じように。ただその方がとても困ってらっしゃった。で非常に困ってて、いやもう他の農家さんにも頼んでもなかなかうんって言ってくれないんですよ。まあ、それそうですよね。だって農家さんっていうのは、俺はメロン農家なんだ、みかん農家なんだって思ってたら、頼まれても全然対応してくれないんですよ。でそこの、業者さんはですね、まあ、皆さん方もおなじみだと思うんですけど、ある外食レストランの、チェーン店の材料を納品する、まあ、大きな会社のところで、もうメニューにほうれん草をどうしても入れなきゃいけない、ですから定期的にほうれん草を納品しなきゃいけないので、なんとか作ってくれる人がいないだろうかということで、もう非常にいろんな農家さんを回った挙句、私のところに結局たどり着いたんです。なんとか山下さんお願いします、ほうれん草作ってもらえないでしょうか。でそこでもう仕方ないですねって言って、もう仕方なくほうれん草を作り始めたんです。で片手間でやりますので、そんないいものはできません。でも最初のほうれん草を生産してお届けしてあげたら、その業者さんから、山下さんありがとうございますってものすごく喜んでもらえたんです。生まれて初めてですよ、農業でこんなに喜んでもらったの、もう山下さんのおかげです、助かりました。ああ仕事って喜ばれると嬉しいんだな、よしこれからは喜ばれる農業しよう、お客さんのための農業しよう、そんなふうに気づいたんです。それからお客様から頼まれたほうれん草、今日は20ケースください、明日は30ケースください、はいかしこまりました、喜んで、もう居酒屋と一緒です。オーダーが来たらそのオーダーに対応していく。当時ほうれん草1パック納品価格、卸価格が1パック80円です。市場では120円130円しています。でも私はその80円で契約することにしました。答えは簡単ですよね。じゃあ残りどうすればいいのか、80円という売り値が決まっていけば、残り60円で作れば毎1パックあたりの20円の粗利が出ますよね。じゃあ清掃コストを60円に抑える努力をすればいいんです、ね、その差額は全部利益になりますから、これだ、よし80円で納品するほうれん草、私は50円で作ろうって計算する。
で50円で作ることによって1パックあたり30円の利益が出ます。そして毎日、毎日300パックか、毎日300パックやることでサザンが9000円、そして30日続けると草いくらっていうふうにどんどん毎月毎月毎日毎日自然に多くを稼ぐことができるわけですよね。でそうやっていくとあっという間に V 字回復をして利益が出るような、形態になったんです。その後ひょんなことからですね、あるベンチャー企業の農業事業部を立ち上げることに参加しまして、そのベンチャー企業の農業事業部のから独立した子会社の農業の企業、いわゆる農業法人ですね、で農業法人の代表取締役に就任することになりました。そしてそこに就任してからは、次は従業員にこの稼げる農業を教えるのが私の仕事になりました。いいか、この値段で売れるから我々はこの値段で作らなければいけないんだ、そのためにはこの今日の仕事を何時間以内で終わらなければ採算が合わない、ですから無駄な動きは一切するなと、資材費も何パーセントで決まってますので、納品価格、卸値、いわゆる販売価格が決まってますので、絶対これ以上の経費を、上げてはかかってはいけないというものを従業員に徹底的にコスト教育をしました。そうすることによって、赤字だったその、農業法人が、たった1年で、私が社長に就任にして1年で、経常利益 10%、 いわゆる1200万の利益を出すことにまで成功したんです。今考えてみると、駆け足でこの18年間の歩みの話をさせていただきましたけれども、全くやる気のない、何も考えてなかった農家のバカ息子が、最終的には1億を超える農業法人の社長になり、立派に利益を出して、そして税金を納めれるようになって、このようになった、気づきというか、自分自身が分かったこと、これは常に私がうまくいかないのは全部人のせいだそう思ってたのを、ある日そうか、周りを変えようとするんじゃなくて自分が変わらなければいけないんだ、ここに気づいたからなんですね。奥さんと喧嘩していました。どっちが悪いですか。私が今までの固くなに今までの生き方を変えようとしなかった、その私に気づきを与えてくれたのは私の妻でした。そして妻が言う通りに自分を変えよう、そうやってやっと自立することができました。そして親から経営権を奪い、自分で経営をし始める。うまくいかないのは農協が悪い、うまくいかないのは相場が悪い、天気が悪い、もっと言うと政治が悪い、総理大臣が悪い、もう全部人のせいですよ当時は。だけど違う、経営を悪化させたのは紛れもない自分自身だったんです。悪いのは自分です。そして自分がよし自分を変えよう、そう思って内向きだったベクトルを外向きに変えたおかげで今日があるんです。経営っていうのはですね、27からもうやがて、27からやってますので23年間経営者をしておりますけれども、常に宿題は自分にやってきます。自分が変わっていく、ここに気づかなければ常に行き詰まってしまう。今日はですね、そういったお話をですね、ぜひ皆さん方にさせていただこうと思って、この話をさせていただきました。その後ありがたいことに、この前はですね、娘たちがもう2人とも成人しております。東京と名古屋の方に行ってるんですけども、熊本に帰ってきて、私の誕生日の結婚記念日の日か、結婚記念日の日に帰ってきて、私たちを食事に連れてってくれました。お父さんお母さん、もうね、いっぱい食べていいとよ、嬉しいじゃないですか。やっと、ハンバーグもね、スパゲティも腹いっぱい食べれるようになりました。そして、3年前ですかね、両親が金婚式を迎えました。
で金婚式を迎えて私長男ですから、まあ、そのお祝いの席をね、催した時に、やっと両親にですね、父さんごめんと、今までわがままやって好き勝手やって本当にバカ息子で申し訳なかったねっていうふうに謝りました。やっとこれで、両親とも和解です、はい、そして、妻とはですね、今もう娘たちは県外にいてますので、妻と2人で、仲良く暮らしています。先週もですね、大分県の方に2人で旅行に行ってきました。やっと2人で、ゆっくりと、過ごせる時間が取れるようになったねっていうふうに今一緒に仲良く暮らしております。はい、まあ、以上をもってですね、今日の講話にさせていただきたいと思うんですけれども、ぜひ皆様方もですね、まあ、儲かると稼ぐっていうのが今大きく農業界に変わったってことだけまた今日は感じていただき、もし身近の方で非常に困ってらっしゃる農業者の方がいたならば、ちょっとだけ、今日の話の気づきをですね、教えてあげれば、もしかしたらその農業者の方が、生まれ変わって生き生きとした農業ができるのではないかと思っております。はい、これでですね、私の講話を終わらせていただきたいと思います。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。